京成3150系電車、京成3150系電車、京成3150型電車は、1963年から2001年まで、京成電鉄に在籍していた、通勤系電車。本校では、北総開発鉄道、現、北総鉄道へのリース車である北総開発鉄道7050系電車、及び千葉急行電鉄、現、 形成千原線へのリース車、形式変更なしについても記述する。1963年、昭和38年2月から11月にかけて3151から3194の4両固定編成11本定44両が落成した。3100型と同様の、片開き扉車であるが、4両固定編成とした、ことから、いわゆる、 赤電では初めて運転台を持たない中間電動車が登場した。1963年11月に落成した3191から3194は特急海運号に使用されていた1500系の代替としてセミクロスシート車として登場したが、1972年、昭和47年の A、e、型登場に伴い1974年、 昭和4年1月にロングシート化された。3100型との外観上の相違点は、屋根部分が二重構造、モニター屋根から個別各型の通風機、ベンチレーターを設置する構造とされたことで、室内は3100型と共通である。台車、駆動装置、モーターは3151から3162.3183から3194が、 汽車製造製 KS116C 台車 TD カルダンで東洋電気製造製 TDK-8104 回モーターを装備し、その他の車両は住友金属工業製 FS329C 台車 N カルダン三菱電気製メガバイト -3028E モーターを装備した。車両番号の末尾が、奇数の車両に C-1000 空気圧縮機 CLG-319 電動発電機パンタグラフを搭載した。1969年昭和44年9月3187から3190の前面及び側面に試験的に種別、行き先表示器が設置された。同年末以降に落成した3 3 0 0系二次車で本格的に採用されたほか、 1970年、昭和45年には3151から3170にも設置された。統計式に関しては種別、行き先表示器の設置は全社に及ばず、本校では3151から3170.3187から3190を方向幕者と呼称する。その時期と前後して、全編成の中間者奇数号車の成り方に、 両階広幅ステンレス製無塗装貫2扉が設置された。1980年昭和55年5月から1981年昭和56年9月にかけて車体塗装がツートンカラーからファイアーオレンジ一色に変更され、それとほぼ同時期に方向幕車の字幕が白地に黒文字から青に白文字に変更された。1983年 昭和58年4月以降、3167から3170を最初に更新と、形成初の非冷房車の冷房装置搭載が施行された。従来の更新修繕は、腐食箇所の修繕と内装材の張り替えがメインであったが、3150型では冷房搭載のほか、外観、室内ともに一新した。更新は、方向幕車から行われ、 1984年、昭和59年6月出場の3153から3154ユニットを最後に方向幕車の更新を完了した。1984年7月に出場した3183から3184からは行き先表示器未設置の車両への施行となった。同年8月出場の3185から3186から 扇風機軸と吊り革支え軸が構成自路塗装タイプからアルミ製無塗装タイプに付加された。1985年昭和60年6月に3174から3173が出場したことで統計式前者の更新が終了した。全面デアウトや室内配色などは後の3200.3300系更新車でも マイナーチェンジをした上で引き継がれた。1988年、昭和63年5月末には、3163から3164ユニットが、VVVF インバータ制御改造車の3200、計3294編成と連結し、6連根結、試運転を実施したが、同ユニットの根結での営業運転の実績はなか その後1989年、平成元年6月から7月にかけて、上の方から3294の3291プラス3188から3187という根結6連を蘇生し、営業運転に使用された。3150型と3200系、VVVF インバータ車根結の営業運転は、これが唯一の事例であった。 1989年4月末から5月末にかけて3200系更新出場直後の3297から3298が3158編成と蘇生され上の方から3298の3297プラス3158から3 1 5 5の順に蘇生した根結6連が見られた1991年 平成3年3月以降本格的に、形成者による、京浜急行電鉄への直通運転が開始されたが、統計式は、先頭台車にモーターを装着しているため、1995年、平成7年頃まで、頻繁に、京急直通運用充当された。1991年3月から1995年3月まで、平日夜間に設定されていた京急栗浜線。 三崎口までの直通運用には当初はかなり高い割合で充当されていたが高速域の加速性能が向上した3700型や3400系の増備が進行するとこの運用への充当は少なくなったものの稀に本形式や3300型も充当されたただし最終日の1995年3月31日には現行塗装に変更更述された 統計式の8両編成が重当された1991年のこの列車の運行開始日には3200系の8両が重当された。1993年、平成5年4月1日には京急空港線、羽田駅、現、天空橋駅が開業し、都や京成の車両も同線に乗り入れるようになったが、当時同線には6両編成までしか入線できなかったことから、 形成車両は本形式も充当された。1991年7月から1992年、平成4年11月にかけて、運転台の主管制御機が交換されたほか、3151から3154.3161から3162.3183から3186については、モーターを TDK-810、 4階から TDK-8100A に、こう、他の東洋電気製造製モーターを装備する車両に、ついても3155から3156を、除き同一新品に交換された。1993年、平成5年6月、3170編成が3 2 0 0系8 m 車試験塗装車以外の車両で初めて、ファイアーオーレンジから、 現行標準色のライトグレーベースにレッドブルータへ変更された。以後、定期検査時に塗装変更が行われ、1995年4月上旬、時点では3158から3155プラス3190から3187の8両が赤デン最後のファイアーオーレンジ塗装車として8両編成を組んでいた。 同年4月下旬に3190編成が塗装変更のため入場し、5月中旬に出場した。3158編成は入場直前まで塗装変更済みの3178編成を成田空港型に連結し、短期間、新旧塗装根結8両編成として引き続き、営業運転に使用されたが、5月中旬に塗装変更のために入場し、 6月上旬に出場した。これをもって赤電の塗装変更は全車完了した。形成では全面種別表示器のない車両において普通運用の場合、全面種別表示板は無表示、赤無字であったが、1995年7月より3500型と同様に、 統計式も小文字併用英字表記を追加した普通ローカルと表記した種別表示版を掲出するようになった。また、3700系の東急車両製造、現事業、総合車両製作所横浜事業所から総合車両基地への搬入にも統計式が使用された事例がある。統計式で使用されていた冷房装置は長野電鉄に譲渡されたものもある。 1995年9月、3166編成と3170編成が、社名表記プレートと帯色のレッド部分をダークブルーへ変更の上、北総開発鉄道にリースされることになり、7050系7054から7051.7058から7055と、改版され、 7058から7055プラス7054から7051の8両編成に蘇生され運用された。これにより、8両固定編成の7168編成を置き換えた。1996年、平成8年4月には3158から3157を、車両番号はそのままで、千葉急行にリースされた。その際に、 帯のレッドブルー部分を反転し、社名表記を変更した。同時に、リースされた3121から3122と、根結され、上の方から3158の3157の3122の3121の4両編成を、蘇生した。3150型と3100系の根結は、両形式の冷房搭載後では、初の事例となった。 3157から3158の他形式混結は1989年4月から5月までの3200系3297から3298以来7年ぶりであった。赤電で冷房搭載後2形式以上の他形式混結実績のある車両はこの3157から3158ユニットのみである。 1997年、平成9年6月上旬には、3100系3128編成に代わって3154編成が千葉急行にリースされた。1998年、平成10年2月上旬に3174編成と3186編成が北総にリースされ、 7050K7064 から7061.7068から7065と会版の上、7068から7065プラス7064から7061の8両編成に蘇生され運用された。これで7 1 5 0 k 旧、k 9 0 0系初期車。ただし、同形式はリースではなく正式な譲渡であったはすべて廃車された。この編成のみ、 薄青帯が使用されていたが、以後のリース車には踏襲されなかった。1998年3月末に3156から3155が3150型で、初めて廃車、解体されたほか、千葉急行にリースされていた3158から3157が形成に返却され、そのまま廃車、解体された。 3158から3157の、代替として3162から3161が、形成標準2色のまま千葉急行にリースされ、3122から3121と根結して3162から3161から3122から3121の4両編成を蘇生した。1998年10月に、 千葉急行が会社解散したため、3154編成及び3162から3121編成が形成に返却されて、継続使用された。3162から3161以外は、帯色も千葉急行使用のまま、社名表記のみ消去使用されが、3122から3121は1998年12月に、 3154? 編成は1999年2月までにそれぞれ廃車された。形成標準色の3162から3161は3160から3159と蘇生し、本来の3162から3159編成に戻された。また、同じ時期には3178編成を北総へ。 リース氏7050系7074から7071と改版され、同時に入れ替わりとして3170編成を改版した7058編成が形成に返却されて、廃車、解体された。以後、7050型は、検査切れ返却の上廃車、代替車補充という流れとなり、検査切れ廃車が発生すると新たに他の3150、 型をリースさせて代替されるようになった。2000年2月には、海運号に使用されていた3194編成が廃車、解体された。続いて、同年3月には3182編成と3190編成が7084から7081と7088から7085へ、海湾の上北曹にリースされた。 同時に3186編成と3174編成を改版した7068編成と7064編成が形成に返却されて廃車、解体された。2000年4月以降、3150型は3162編成4両編成1本のみが形成電鉄での在籍者となった。この編成も2001年、平成13年5月に、 北総へリースすることになり7,094から7,091と改版の上、3,178編成を改版した7,074編成の代替となった。これにより3,150型は、形成者としては、形式消滅となり、返却された7,074編成は、廃車、解体された。7,050系の検査切れに伴う代替者は、 リース車で充当されることになるが、京急側の要望もあって、次期リース車は3200型ではなく北総7300型と同一設計の3700型が選定され、2003年、平成15年2月より3808、編成改め7808編成がリースされることになった。これにより7094プラス7054、70編成。 旧形成3162プラス3166編成が返却、廃車され、7050型は7088から7081の8両編成1本を残すのみとなった。なお、3808編成をリース車として年出するにあたり3000系3001編成が8両編成で落成したが、3000系導入を待った上で7808。 編成をリースさせると7,094から7,051編成の検査期限が切れてしまうの2002年6月から約2ヶ月間3,400計3,408編成を暫定的にリースし旧車措置とした上で検査期限を伸ばしていた最後に残った7,088から7,081編成も検査期限までに代替されることになるが 2003年12月に3200系の3224から3221と3236から3233を7250系7258から7251と海板の上リースされることになり、同年12月23日に、臨済牧の原矢切館でさよなら運転を行い、形成に返却、廃車され、 3150型はリース車を含め全廃となった。その後2004年、平成16年1月には7088編成と同じく形成最後の5キロワット手電動機搭載車で6両編成を蘇生していた3209.32103201から3204が営業運転を終了し、旧3000系以来のオール電動車編成は消滅した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。